こんにちは、粟田洋介です。最近同系色で絵を描くことが多いんですけど、今日は反対色で絵を描いていこうと思います。反対色といっても色彩理論的な、まあ、原色があって、二次原色があって、この対角線上にある反対側の色、青とオレンジ、赤と緑、黄色と紫といった組み合わせもそうなんですけど、まあ今日は正確に言うと反対色ではない、黄色と青とか紫とオレンジみたいな、まあ正確には反対色ではない色も含めた、そういう俗に言う反対色みたいな反対色色っぽい色という意味の反対色ということでご了承ください。では早速絵を描いていこうと思います。今日はこのキャンバスを使います。まだ反対色は入りませんが、乾いてから違う色を描き足していこうと思います。こんな感じに完成しました。なんかいつもの私の作品って感じで特別感はないんですけど、まあ反対色っぽい色を使いました。まあ反対色っぽい色ということで、ピンクとグリーンとかオレンジと紫って感じの色合わせを今日はしてみましたが、反対色っぽい色って言ってもすごいたくさんの組み合わせがあって、すごい楽しいと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日は2022年最初の動画だったんですが、皆様今年もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。